アンドレイ・ペトロービッチ・バビーロフは、ロシアの政治家、実業家。1994年ロシア連邦大ラ大臣、代行。ロシア連邦議会上院連邦委員大議員。上院予算委員、情報政策委員。2002年5月28日から2010年3月まで、上院ペルミ州代表。上院議員に選出以前には、 財政調査研究所所長、事前基金、科学的可能性の創設者、経済学博士。1961年1月10日、ペルミに生まれる。1983年セルゴールジョニキーゼ、名称モスクワ経営大学、エコノミストサイバネティクスを卒業する。1983年ソ連保健省、計算センターにソフトウェアエンジニアとして勤務する。 1985年、モスクワ経営大学大学院を修了。経済学博士候補号を取得。1985年から1988年まで、ソ連科学アカデミー中央経済数学研究所、下級研究員として勤務し、この間、エゴールガイダルのチグを得る。1988年、科学アカデミー経済技術進歩予測研究所上級、研究員。 1990年、ミハイル・ゴルバチョフソ連大統領の経済顧問で、科学アカデミー会員のスタニスラフ・シャターリンと、ロシア共和国副首相のクリゴリー・ヤブリンスキーの、率いる作業班に入り、500日計画の策定に参加した。1992年4月2日、ロシア連邦第1、大倉時間。健全なマクロ経済政策、連邦予算編成や、 国際通貨基金、世界銀行などの国際金融機関を担当した。第一オクラ時間在職中の1992年から1997年まで公的対外債務政府委員を務めた。1994年10月13日から11月4日までルーブル下落の責任を負って解任されたセルゲー、ドゥビニンの公認として増商代行を務めている。 1997年、MFK 銀行頭取。1998年から2002年まで、財政学研究所所長。2000年から2002年まで、セーベルナヤネフチ社取締役会議長。2002年、ペンザ衆議会代表として、ロシア連邦議会上院連邦委員議員に選出された。ファ FI2.04、1992-643税、ファイ。 ロシア連邦政府、2013年12月2日閲覧。これに対して、バビーロフは自身の経歴を1992年9月に大倉省マクロ経済部長に任命された。1992年11月から1997年まで大倉時間だった。と紹介している。ありがとうございます。